東馬松乳道入道口幸運の間上、昇る道見学通路をまたぐ、松乳石東馬松乳道は、北海道上川郡東馬町海明4区にある、松乳道である。1961年3月17日に、北海道指定天然記念物に指定されている。名称を表記する場合は、省ではなく、金を使用する。1957年1月13日、 石灰岩を採掘中に発見された。規模は面積約1500平方メートル、全長約135メートル、高さ7から8メートル。洞窟内部は5つの部屋に区切られ、それぞれが狭い通路で連結されている。道内には様々な形状、大きさの小入石が多数存在するが、いずれも不純物が少なく透明度の高い崩壊石、結晶であることが特徴である。 その中には直径5ミリメートルほどで根本から先端まで直線上に伸びる昇入管なども存在する。AB 現地看板、東馬昇入道の荒まし、ハット AB 現地看板、同天然記念物指定の理由及び説明2009年度は4月25日から10月25日まで、2010年度は4月24日から10月24日までが開けど期間であった。 東馬町、東馬小入道公開規則東馬町、東馬小入道管理条例。ありがとうございます。